はい、ブエナー TYM のチャンネルのゆきです。はい、今日なんですけど、この前ね、とあるフットボーラーさんと1対1対決の動画が出てるんですけど、まあ概要欄貼っておきます。その対決で行ったフェイントを解説していきたいと思います。僕の得意技、まあ皆さんご存知のスクラッチフェイントを、お伝えしたいと思います。僕がスクラッチ第一人者って認識してるんで、まあ、そんな感じで今日はスクラッチをお伝えしたいと思います。Here we go! で、これポイントとしてはまずボール受けた時に、右サイドの状況で前を向くトラップです。前を向いたときに、試合中だとこっちにターンをするっていうのがセオリーとしてあるんで、ターンって向いて縦をパスコースが無理だっていうのにこっちに行って顔を向けます。でもこの時ボーラー見てないです。リズムを引く、引いてこの時に引いたタイミングで足をこう蹴って押す。このこっちの足は、しっかり地面の反発を受けるためにまっすぐ、これが曲がっちゃうと筋肉使ってグンって踏み込まなきゃいけないから、筋肉をなるべく使わずに骨で立つのを意識する。その次の、スピードに乗るときに、勢いがつくので、それをちょっと意識してください。ポイントはトラップした時に本当にこっちにターンをするのを、意識する。こっちにターンをする作り、これがすごい重要で、引いて一回この引いた時に離すのがポイント。これを離さない人がよくいるんですけど、離さないでこうやってやってもあんま幅が出ないので、これだと、相手が読みやすいです。なのでしっかり離す。こうやってターンするときは離すから、この離すのと一緒に離して、しっかり次に触ることがポイントです。はい、どうでしたでしょうか。今日はスクラッチ、これはね、試合中とか、まあ、僕の、昔の映像とかね、これから行われる試合とか、まあ、見に来ていただいて、ぜひどういう風にやってるのかとか見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では、マジか、うわ。